はい、ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スイッチ版ジャンコ大戦争の方やっていこうかなと思います。ということで今回なんですけれども、ついにですね、ついにガチャキャラクターを進化させていく企画の方がこれにて終了ということで、今回ですね、最後の1体の方ですね、進化させていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ほんと長かったね、何ヶ月かかったのかわからないんですけども、やっと終わりということで、まあ、とりあえずね、おめでたいね、おめでたいんで、まあ、とりあえず祝いましょうか。まあいいや、とりあえず行きましょう。キャラクター画面ですね。とりあえず超激レアの最後のキャラクターは、誰だったっけ、もう覚えてないや。スリッツ前にアップしたばっかりなのね。あ、これですね。はい。カチカチヤマンズということで、これが最後を締めるキャラクターでございますね。で、もうマタタミの方も準備してあるので、まあ、あと進化するだけということで、今回はどうしようか、使っていくのはやめて、とりあえず振り返りでもしましょうかね。どうしようか。まあいいや、とりあえず進化させていきます。そこから決めていきましょうか。ということで、もともとの、こちら読みましょうか。はい、カチカチヤマンズ、謎の、古代種を捕獲すべく追跡を続けるスキャット部隊にゃんこ、冷戦計画であったのかな、実行のためには手段を選ばない、たまに天使とエイリアンの攻撃力を下げるということで、カチカチヤマンズ、このキャラクターもあんまり使うちょっと機会ないんでね、ちょっとせっかく使いたいなとは思うんですけれども、とりあえず第3形態になると、援護射撃者ウーということで、あ、それ違いますね、第2形態だわ。ちょっとダメだ、最後はちょっとダメだな、なんかちょっと気が抜けちゃうね。強援、なんだ、狙撃者ウーであってんのかな。第3形態の進化で移動速度が上昇、さらに天使とエイリアンに滅法強くなるということで、まあ天使とエイリアンに滅法強くなるということで、そうですね、まあとりあえず進化させていきましょうか。ウーということでいきまーす。はい。さあ、ということで、あ、もともとこんな感じだったんだね。使う機会そんなにないんでね。いやー、はい、ということで、色がつきましたね。赤い。そして、ちょっと待って、怖い。二台のさ、これ超揺れてるんだけど、これ実際怖くない？怖いよなー。チンサムになっちゃうよ。はい、ということで、まあ、とりあえずこれで終了でございますね。とりあえず、どうしようか。まあ、いいや。とりあえず一旦ちょっと全部見ていきます。多分大丈夫ですね。進化させてあると思うんで、もうこれで大丈夫ですね。はい。いやー、長かったし、目標達成したこの達成感すごいね。まあ、前回の動画はですね、長崎県を9999回回ってしまったということで、あれもね、割と達成感あるんですけど、これも達成感あったね。いや、長かったね。で、あとで後々ですね、第3形態もね、したことだし、まあいろんなガチャごとのね、ガチャごとですね、キャラクターの方をまとめて、まあ、使ってみたりとか、いろいろやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。で、とりあえずなんですけれども、貯蔵庫の中ですね、これが、虹股が余ってしまったね。で、普通のマタタビに関しても結構余ってしまって、もう使い道がないんで、どうしようか。まあ、今後ね、マタタビステージはどうするかわからないんですけれども、まあ、こんな感じでね、もう放置って多分もうね、このデータが、もう本当に使い終わって、もう飽きるぐらいまでは多分ずっとこのままかなと思うんで、まあ、今後使い道があるんだったらね、またなんか、有効活用したいなと思うんですけども、ちょっと声が、ということで、じゃあ、せっかくなんで、ちょっとさっきのウー使いながら、ちょっと振り返りでもしようか。うん。とりあえず、じゃあ、いつものステージで、またちょっとね、今から編成して、ちょっと使っていきたいと思うんで、いきたいと思います。さあ、ということで、使っていきましょう。で、最後なんでね、せっかくなんで、スピードアップの方も使わずに、ゆっくりやっていきましょう。ということで、ウーに関しては3400ですね、コストの方が。とりあえず、まあ、いいか。まあ、いろいろキャラクター出しながら、まあ、最初はね、ウー出して、見ていきましょうか。さあ、ということで、いやー、こんな早いんだ。おー、こんな感じなんだ。いいね。まあ、あとは傘指導出しながら、見ていきまーす。いや、早いな。めっちゃ速度やばいね。いいね。はい。まあ、そんな形でですね、まあ、何ヶ月かかったかわかんないんですけれども、あのサムネイルもね、ついに多分、どうだろうな、スマホ版だと多分また同じような携帯でやるかなと思うんですけど、まあ、スイッチ版ではもうね、終わりなんですけれども、とりあえずね、長かったな。本当に長かったっていうのもあるし、とりあえずそうですね、
このアカウント、スイッチのアカウントに関しては2代目なんですけども、1代目だとね、もう何体かしか進化できなかったんで、まあ、そのね、無念を晴らすこともできたんで、まあ、とりあえず、まあね、まあ、達成できたんで、かなり良かったんじゃないかなと思います。で、次ですね、一応まあ、進化する企画に関してはもう終わったので、次はですね、まあ、プラス上げですね、プラス上げ、メインだったり、あとは、レジェンドストーリーはちょっとね、今まだちょっとね、なんかまだやる気が起きないんで、まあ、ちょっとお待ちしていただければなと思うんですけど、まあまあ、それも後々、やっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。まあ、そんな形で、とりあえず、進化に関しては、終了ということで、あとはね、スマホ版で、進化まだしてないキャラクターを進化したりとか、あとは追加されたね、アップデートで追加されたね、キャラクターとか、まあ、とりあえずそれもね、やっていこうかなと思うんで、まあ、そんな形でまたいつも通りにやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ということでね、なんだかんだで終わりましたとさ、はい、なんかちょっと調子悪いな。まあ、いいや。はい、ということで、とりあえずですね、先ほどウーの方を使ったんですけれども、まあ、せっかくなんでですね、ちょっと、ガチャでってなんだ、ガチャで当たったキャラクターの方ですね、進化できた、キャラクターたちを今からちょっとね、すべて、ちょっとご紹介していこうかなと思います。まず、ちょっとレアキャラからちょっとご紹介していきたいと思います。いやー、長かったねー。超激レアではなくね、まあ、レアキャラから、超激レア、合計何体いたのか知らないけどね、いや、よく頑張ったよ、マジで。いやー、激レアに関してはそんなに、あんまキャラクター数なかったんで、すんなりと終わったんですけどもね。まあ、それでも結構長かったよね。で、超激レアが一番長かったかな。そうですね、進化させる動画何本上げたんだっていうぐらいね、なかなか長い道のりだったんですけれども、まあ、とりあえず、もう達成できたんでよかったね、本当に。あとはね、次が一番ね、問題かな、このプラス上げっていうのが一番ちょっと厳しいところなんですけれども、まあ、とりあえずまたね、レアチケットの方をめちゃんこ貯めて、とりあえずまたガチャの方ね、超猫祭だったり、あとはそうですね、いろんなガチャいろいろあるんで、それでね、まあ、分けて回したりとかいろいろやっていこうかなと思うんで、間違いからまた多分今度はね、どんどんガチャを引いていく、動画の方を収録していこうかなと思うんでよろしくお願いします。まあ、それが終わったらね、あとは、レジェンドストーリーやって、もうそしたらもうないでしょないよね、まあ、そんな形で、まあ、とりあえずね、今後も頑張っていきたいと思うんでよろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。